赤色で示した範囲がヨーロッパ放送地区ヨーロッパ放送地区とは国際電気通信連合の無線通信規則第5.14条で次のように定義された地域であるヨーロッパ放送地域とも訳されるヨーロッパ放送地区は西は第1地域の西の境界東はグリニッジ統計40度線南は北緯30度線によって区画しこれらの境界内にある サウジアラビア北部及び地中海沿岸諸国の沿岸部分を含む。また、アルメニア、アゼルバイジャン、ジョージア、及びこれらの区画船外にあるイラク、ヨルダン、シリア、トルコ、ウクライナの領土をこれに含める。エバにはヨーロッパ以外の地域が含まれており、逆にヨーロッパの一部の地域が除外されている。二千七年まではアルメニア、アゼルバイジャン、ジョージアは、 エヴァの領域外と定義されていたが、2007年の世界無線通信会議でこれら参加国にエヴァが拡大された。ヨーロッパの領域内の ITU 加盟国でエヴァの領域外なのはカザフスタンが唯一である。カザフスタンはエヴァからは除外されているが、欧州評議会に加盟する資格がある。エヴァの境界線は19世紀から20世紀初頭にかけて、 電信線によって接続された地域を起源としている。エヴァは、欧州放送連合への積極的な参加と、それに伴うユーロビジョンソングコンテストへの参加資格の定義に関わっている。2017年11月現在、欧州放送連合には56カ国から73組織の正会員、21カ国から33組織の巡会員が加盟しており、 他に7組織の参加が承認されている。以下の管轄区域もエヴァの領域内にあるが、続領であるか、一部の国からしか国家承認されていないため、ITU やエヴに加盟することはできない。ありがとうございます。